それでは定例知事会見を始めさせていただきたいと思いますでは知事よろしくお願いいたします皆様おはようございます本日も飛距離を取りまして聴覚障害者の利便性のためにマスクを外しての会見とさせていただきたいと思いますこの度総選挙終結をしましたまあその結果として新しい政治の枠組みが選択をされたものであります 国民の皆様の厳正な審判が下されたわけであり、ぜひこれを国会議員の皆様、また政府におかれましては、正面から受け止めていただきまして、そこにある民意を読み解き、ぜひこの国を良い方向へと導いていただきたいと思います。併せまして本件選出ののの関係での3名の 国会議員がこのたび誕生したわけでございますが、心よりお祝いを申し上げ、ご活躍をお祈りを申し上げたいと思います。さらには、また先月末、繰り上げ当選によりまして、竹内勲氏が参議院議員に就任をされました。これも合わせまして、こうした新しい陣容での鳥取県政との関わり、県民の皆様とのパートナーシップ、 国会議員の皆様にも気づいていただきまして、ぜひ、導いていただきますよう、心からお願いを申し上げる次第でございます。まあ、今回の選挙については、今後いろいろな分析がなされたり、それを受けて、今、政界の方も若干流動性を高める状況もあったかと思います。ただそうして言えば自公政権が国民の認証を受けた そういう意味合いは非常に強いものだろうと思います自由民主党は261議席を獲得をされ絶対安定多数を得たわけでございます加えまして与党の方の公明党も32議席と議席を若干増やされたわけでありますただここで自民党さんがやはりあの議席を若干減らした背景には 新型コロナウイルス対策これについて国民の皆様のさまざまな考え方が背景にはあったのではないかと推察できるところがあります。まあ、あの現在一旦は第5波収束しかけていると思いますけれどもしかし今後第6波に向けてどういうふうに対策を作っていくのか併せまして 経済社会を立て直していくことが重要であろうかと思いますまた個別の当選者の顔ぶれを見てみるとやはり政治と金など政治への信頼というものが大きくクローズアップされた選挙になったのではないかと思います是非理を正していただきましてこの国民の負託に頼る国会議員としての役割ご期待を申し上げたいと思います 他の方で野党のほうでございますが、躍進が見込まれていて、報道もそういうトーンでございましたものの、野党共闘を組まれた立憲民主党におかれましては、96議席と14議席減らされる結果となりました、特にその中でも、やはり小選挙区は増えたわけでありますが。 まあ他方で比例代表がだいたい六割ぐらいに減ってしまったということでありますまた共闘の主な構成員であります日本共産党さんにおかれましても十議席と議席を減らした格好になりました片方で議席を伸ばしたのは与党の公明党であるとか特に維新が伸ばしたわけでございます まあ41議席と飛躍をしたわけでありますが、大阪府内での選挙区はもとよりとしまして、全国での比例代表の議席を獲得をすることになりました。まあ、本県でも2万人を超える得票が、維新に対してございまして、結果、中国地方、中国地方は、岸田さん効果かと思うんですが、全国で最も自民党の得票率の高い4割を超えるところでありましたが、 他方で維新にもやはり一定の票が集まりまして一議席を獲得されることとなったわけでありますおそらくはこうした野党共闘の流れの中で国民の皆様の求めるものとの若干の違いこういうものが浮き上がってきてしまったのかもしれませんそういう意味で第三極ともいえるそういう維新の方に むしろ比例代表の票が流れてしまい立憲民主党さんは6割という得票に減ってしまったということかもしれませんまた国民民主党はその維新と同じような傾向かと思いますがこれも議席を増やすということになりました、まあ、こういう選挙の中で現れてくるそういう国民のメッセージというものが非常に重要であると思います まあこれから政治の中でそうした思いを体現をしていただければありがたいと願うわけであります私ども全国知事会としてもこの政治の流れの中で緊急に要請するべきこと等これから訴えていかなければならないと思っております、まあ、あの現在おそらく11月にですね国地方の協議がありましょうし また、月末までには、恒例によれば、官邸におきます、全都道府県知事と内閣との協議、全国知事会議が開催をされることになります。私どもは、この選挙の最中から、それに向けて準備を進めてまいりました。急遽ではありますけれども、11月の4日の日には、東京で要請行動をさせていただき、 コロナ後を見据えた場合、重要になってくる地方創生臨時交付金。これを最低限2兆円以上増額をしていただきたい。これを今回の選挙の結果、クローズアップされてきた養老の方々に対しまして、私どもの方から個別に要請をして歩こうということになりました。 また、あの、これ以外にも、え、第6波を見据えた、え、協議、え、これをやっていかなければなりません。ま、例えば、ワクチン決算パッケージというのも、え、言葉だけが、あの、選挙中、え、遊んでいたといいますか、まあの、え、ま、漂っていた感じはあるんですけれども、え、具体化がなかなかできていません。例えば、学校の子どもたちに、え、本当にこういうものを適用するのか、え、ワクチン検査パッケージといった場合に、え、検査、 これは無料になるのか、ワクチンは無料で接種するわけであります、検査もそうであったら、無料であるという国策があってもおかしくはない、そういうところを私どもとしては求めておりますし、特に子どもたちに適用するような場合には、やはりそれは親御さんの負担にもなるわけでございますし、正直、学校の教育、生活にも影響すると思います。 そのような意味で、こうしたことはやはり現場とよくすり合わせていただきたいということを求めたいというふうに思います。また、あの総理の方でデジタル田園都市国家構想というものを掲げられました。これを選挙後に実現に向けていかなければなりません。これでも私たち地方団体の意見というのは十分聞いていただく必要があると思います。特にデジタル を進めてていいくと言ってももそのインフラ通信基盤がななけければどううしようもないわけであります、まあ、携帯電話をかけることにすら苦労しているというような地域の実態がある中でデジタル化で、まあ、地方にも利益が還元される生活の利便性お年寄りも助かるというストーリーは成り立ちにくいわけでありまして、まあ、こういう今まで手がついていない分野にもやはり切り込んでいっていただく必要があるだろうと。 場合によってはあの交付金のようなものを創設してでもこうしたきめの細かい配慮をやはり政権としてはやっていただく必要があるのではないか私たちはこういうことをこの選挙後に訴えていかなければならないのだというふうに考えておりますそして数十兆にも及ぶという経済対策大型の補正予算の編成が報道されるようになってきました、まあ、今、我が国の経済、 停滞感がございますしコロナと同居していくウィズコロナそしてコロナを乗り越えた先のポストコロナこうしたことをやはり力強く推進するためにも大型の政策が必要であります苦しんでいるそういう事業者 のために、私たちは、地方創生臨時交付金などを駆使しながら、応援をしていく必要があると考えており、その増額をお願いをするわけでありますし、それのみならず、例えば持続化給付金のような、まあ国としても直接給付をしていくような仕組みがあってもいいでしょう。さらに生活困窮の皆さん方に対するもの等々、とうとうこうしたことをぜひ速やかに 総理の言葉で言えばスピード感を持って実行していただきたいとお願いを申し上げたいと思いますまあこうしたことを今月全国知事会議も含めましてまあ機会を作りながら政府そして特に与党の世論の方々も重要な役割を果たすと思いますのでそうした方々にもお訴えをさせていただきたいと思います またこうした動きと重なり合うのは COP26 が現在グラスゴーイギリスで開催をされていることであります。これにつきましても全国知事会の方でもこういう地球温暖化脱炭素社会を進めるための本部を作りましてそれでその方針を話し合っていきこれも全国知事会等で え、政府に求めていく必要があると思ってます。え、本件の方で、え、言いますと、え、最近、あの、え、いろいろと動きがございましたのは、え、KC46A でございます。これは、え、先月29日、総選挙のさなかではありましたが、え、アメリカから1号機が飛来をいたしました。で、私どもはその情報を得て、え、早速に、え、騒音調査、 県の方では2機用意をしましててその騒音調査をさせていただきまましたまた自衛隊の方それから地元の自治体の方でも同様の調査をしているところでございますこれをちょっと集計というか分析に時間がかかりますので1週間かそこらはちょっとその結果を見なければならないかと思いますが特に騒音がひどかったというわけではなくて 旅客機と比べても、あのどちらかというと、えー、まあ、性質であったんではないかと、地元の町内会の方々などもおっしゃっておられました。これは分析する必要があると思っております。それから、えー、まああの自衛隊、防衛省の方からも、今回の配備についての考え方を改めて聞くことになります。昨日、えー、まああの防衛省から文書が来ました。この配備についての協議を求めてきたところであります。 早速地元の米子市境港漁師にその協議を我々の方でも投げかけをさせていただきました今後西市そして県の方でこれについてよく分析をさせていただいた上で慎重に回答していくということになろうかと思います 島根原発2号機につきましても、この選挙中も含めまして、地元での住民説明会などが行われてきております。11月の8日、来週には、私ども鳥取県の原子力安全顧問の会議を召集をさせていただきました。また合わせまして、原子力安全対策協議会の合同会議、 これは、米子市、境港市、両市の住民の方も交えての会議であります。こうしたものを相次いで開催をして、中国電力、それから原子力規制庁など政府、そうした考え方をヒアリングをしていただくことにいたしております。こういうことなどを通じまして、今後対応を考えていくことになると思います。 まあ、そして、協、え、議、ーまあえー、として、えー安全対策、安全協定の改定協議がありますが、これも、えー、近々、えー、中国電力の方でですね、えーまあ、どこまで中身があるかはちょっとわかりませんが、えー、一定の内容を示した上での協議、えー、の開催という運びになってきております。まあ、あのそうしたことなどを睨みながら、 今後対応を考えていいいきたいと思います先般ですね鳥取市の方でシンポジウムを開きまして斉藤先生とか篠田先生をはじめ東大の代表的な弥生ヤポネシアゲノムといいますが現日本人のそのゲノム解析などを含めた共同プロジェクトの発表会がございました。 まあそれに間に合わせてまああの制作本件の方でさせていただきましたのが弥生人のまあ経像でございます。であのこれあの私もあの拝見して非常にまびっくりしたわけでありますけれどもこれがその教像経像なんですがなんだこうあのあそこにいた。 お兄ちゃんじゃないかなと思うぐらいですね、親しみを持って拝見をさせていただきました。まあ実はあの、これ、まあ国立科学博物館の篠田館長さん、その指導を受けながら坂上先生などがチームを組みまして、例えばあの現在のですね、メイキャップアーティストの技術なども活用したんだそうです。それで精細なあの、分析をされたということであります。 しかしあまりにもその辺にいそうな人なので、えー、もう驚いたわけであります。これは間違いなくですね、えー、我々はこの、えー、まあ子孫なのではないだろうかというふうに思います。まあ、あの母方の母系の方は虎井人形でありそしてあの父系の方父方の方はこれは縄文人形であるというように分析をされています。 これはかなり時間をかけてですね我々としてこの再現に来た至ったようやく至ったというところでございまして大体20年ぐらい本県この弥生の研究を進めてきております無基板台遺跡これを保存するというふうに西尾有治知事が決断をされた時からですね本格的にこうした弥生 のの遺跡の再整備だとか研究を進める中で青上地地遺跡というのも見つかってきたわけでありますこれは地下の弥生博物館と言われるものでありましてラグーン上に青谷の地にですね入り組んだ入り江がありましてこれを活用して港が開かれていましたでそこではもちろん農耕もありましたけれどもこの一連の研究の中で分かってきて DNA の分析などでも分かってきたのは やはり様々な交流があったとでこうした青谷弥生人これと同じような方々がですね全国にいらっしゃるということでありますつまりだいぶ深い広い範囲の交流があったということなんですね。で青谷上地地遺跡では花弁高槻という花びらのような木製の高い器があるんですがそれの生産基地だったということも分かってきております。 また備前の交流の跡とかですね日本海沿岸の交流の跡だとか海外例えば中国から持ち込まれたものとか朝鮮半島から持ち込まれたものだとかそういう古代日本の交流の状況というものを如実に示すその交差点がどうも青谷という地であったようであります。 であの大量の人骨が実は見つかってますし、えー、その重要文化財級の、えー、遺跡い、まあ、遺品といいますかあの、えーまあ、出土物ですねこういうものも1,350点を超える、えー、規模でありまして非常に大きなものであります。であのみあのその中でも特に注目されたのはこの頭蓋骨頭蓋骨のことですね。このの頭蓋骨の中に、えー、脳みそも見つかるぐらい 保存状態が良かったということですでこの復元の像はですねそういう骨の分析をいろいろとやりましたでまずミトコンドリアの分析をして DNA がどれだけ保存されているかということを調べましてその中で特に保存状態がいいもの12の個体についてですねさらにその各 DNA で彼の場合はですね、えー、まああの普通この、えー、側頭骨の辺りがあの多分 DNA が豊富だと思われてるんですが、えーまあ、実際にはこの歯の,あの根っこの方ですねでここの DNA の保存状態が一番良かったということで、えー、それをあの、えー、抽出した結果に基づきまして、えー、こういうあの再現をさせていただきました。 まあちょっとあのこの髪の毛が少し太いとかですねそういうことがありましたしえそれからこれあのピンクの服を着てるっていうのはちょっとあの変わって見えるかもしれません別にあの鳥取県ピンクの汽車を走らせたりピンクのカレーが食べられるのでピンクにしてるわけではなくてですねえこれは茜で染めてるわけです。で茜染めはこれは吉野ヶ里遺跡でもえ見つかっています。 何らかの草木染めがあったと考えておかしくないだろうと、そういう時代交差の中でこうしたあの服装にさせていただき、こういうあの曲がたまですね、これも当時あのものをあの参考にさせていただいて作ったわけです。で出来上がってみると、まこういうような形でございまして、ま非常に親しみのある顔だもんで、結構あのま発表した途端に。 全国で、えー、あ似てる人がいるというお話がありひょっとしたらご迷惑かかってるかなと思うようなものであります別に我々誰かに偽せて作ったわけではなくて、えー、その DNA とあの頭蓋骨第八頭蓋骨という我々呼んでるものなんですがそれをもとに作ったものでありますで特にこの第八頭蓋骨はこの脳みそがたくさん残ったことで、えー、知られる、えー、頭蓋骨でございますそれでいっそですね もっとこの弥生研究にいろんな方々にももっと興味を持っていただいてこの弥生研究のメッカとも言うべき鳥取県鳥取弥生の王国と我々呼んでますがそちらをもっと関心を持っていただき訪れていただいてもいいんじゃないかとそれで青谷弥生人のそっくりさんを募集をさせていただくことといたしました。性別や年齢は問いません えーまあ、そ,れそして、えー、ルーツかもしれない鳥取弥生の王国へぜひお越しいただくようにご招待を、えー、我々の方で申し上げたいと考えております、えーまあ、あのこれ、えーまあ、あのフォーマットを県のホームページの方で作っておりまして電子申請で写真を添付していただければ簡単に申請ができます。まあ、入賞された方を 10名程度選ばさせていただきまして鳥取弥生の王国の第1号の国民に登録をいたします国民登録をいたしますそして五月、まあ、来,来年度ですね季節がもう少し暖かくなってから、まあ、皆さんツアーの方にご招待をさせていただき集まられた方でグランプリを決めるこういうことであもしかしたらルーズーとして集まったのかなと。 こういうような皆さんですね楽しんでいただいてもいいのではないかなと思います12月19日まで募集をさせていただきこの「弥生の王国」のご招待と合わせまして例えばジビエ料理をはじめですねジビエをはじめとしたそうしたものをプレゼントをさせていただきますのでぜひご応募いただきたいと思いますなぜジビエかとと言いますと えー、骨は人骨だけでなくてイノシシや鹿も出てきますでかなり重要な当時の食料だったんですねで今でも我々今でこそこうジビエ料理というふうに言ってますが、えー、弥生人にとりまして青山の弥生人にとりましては普通の食べ物でありました、えー、もちろんあの魚介類、えーまあ、漁船なんかもございましてですねだいぶ漁をしていたということでありましてそういう、えー、鳥取ちょうどこの季節ですとあの、まあえー、岩ガキの季節でありますけども。 まあそうしたあの鳥取の産品というものもプレゼントいたしますので、ぜひご応募いただければなというふうに思います。また合わせまして、名前の方も募集をさせていただきたいと思います。このお兄ちゃんにいい名前をつけてあげていただければと思います。こちらの方も鳥取の産品のプレゼントをさせていただきたいと思っております。それから来たる11月 SA に開会する議会に 鳥取県盛土等にかかる書面の安全確保に関する条例を提出をさせていただこうと思います。これにつきましては、最終的に検討委員会にこの後かけさせていただきまして、まあ、我々としてあの条文を固めながら進めていきたいと思います。ここに至るまでパブリックコメントを開きましたけれども、まあ、反対のご意見はございませんでした。また、電子アンケートを実施いたしました。 盛り土等の規制が必要という方が9割ございました、まあ、そういう意味で多くの県民の方々がこうした条例を望んでおられると考えております。具体的には面積が2,000平米以上で高さが1メー,ター以上の盛り土ですねあるいはそのもって5メー,ター以上のものこういうものが斜面にあると。 例えば住宅地の真ん中で通常の擁壁をやってというものはそれは除外規定や何かまたこれも今作ろうということにしているんですけれども基本的にはこういう斜面で危ないと思われるような盛りこういうものはやはり性能をちゃんとしっかりしてもらう必要があるということですね。それから斜面上に工作物を設置をすると300平米以上または高さ15メーター以上の工作物。 高いものは下の方にこのいわば食い打ちをしたりしてどうやって地盤と定着させるかということもございます、まあ、こうしたものをも対象にした規制にしようとまた建設残土これについても500流ュ米以上ということで区切りをさせていただいて近隣関係者への説明の義務それから中間検査や官僚検査というものを受けてもらう。 またあの出来上がったあと、あるいはあの施工中の6ヶ月ごとあの、報告をしていただく、また一定の,あの、えーまあ、こうした行為のうちの一定のものにつきましては、えー、保証金をあの積み立てておいていただきまして、いざというときに、えーまあ、その損害の一部に充てられるようにするというものでございます。それから、えーまあ、巡視活動を行う。 それは勧告公表を行う報告の聴取また立ち入り調査命令こうした行政機関としての役割もつけさせていただきまして、まあ、罰則2年以下の懲役または100万以下の罰金という罰則もつけて実効性のある措置にしてまいりたいと思います。 これにつきましては、11月議会に提出をさせていただきまして、今のところ5月から施行をし、出水時期に間に合うように、これを動かしていきたいと思っております。まあ、そのコロナの方でございますが、新型コロナにつきましては、昨日も当県は、報告例はございませんでした。 今これで1週間ぐらいですね少し難儀に入ったような形になってきておりますけれども地域によってはまだ感染が認められる状況もあります。ですから今の段階で大切なのは第6波に向けてそれぞれ総括をして何が効果があったか何がこれからの課題かということを明らかにしていかなければなりません。 そういう意味で、昨日も、昨日ですかね、週末も医師会の渡辺会長から言われましたけれども、やはりそうした総括をして、全国の皆さんにも共有してもらう必要があるんじゃないかと、こういうことでありました。で、本件、今もって全国で最も感染例の少ない県にとどめておりまして、これが医療機関の病床負担を減らすことにもなっております。 でどういうふうに収束をさせるように我々がやっているのかそんなに難しいことやってるわけじゃなくて徹底した疫学調査をやったりクラスター対策これは条例も作ってまでやっておるとでそれで例えばこういうふうにクラスターが発生しますでこれをほっとくとどんどんこう伸びていくんですねで、まあ、それがあのこの伸びていくのをこれをそのためにこう抑え込みにかかると。 まあの感染ピークを下げる対策というのを、えー、それぞれ、えー、起きた途端にこに始めるわけですですから本県の場合はこうジグザグに行ったり来たりこれ1週間ごとに切ってますがにこの辺が重要でございましてやはりあの感染者の数の早い段階感染者の数が上が,上がりかけた時に やはり徹底して対策を取るということが重要だというのが、本県が非常に痛感をしているところでございます。で、こう,いうように、陽性者の確認については、1日数回保健所の方に連絡があって、即座に積極的医学調査に入ると。 でなかなかちょっとあの、えー、うまくいかないケース全国、えー、にいろんなケースがありますけれども、えー、例えばこれに数日を要してしまうというふうになりますと、まあ、初動が遅れますので、えー、患者さんの,あの症状の悪化になったり、えー、それから、えーまあ、残念ですけれども、えーまあ、あのそれが進行して重症化したりということになりかねない。 また、疫学調査これも当日中には遡かり調査までしっかりやってますがこれがマンパワーが足りませんとできなくなってしまうこれが感染がどんどんとノーズルに広がってしまってさっきの山が上に上がり始めて止まらなくなるということですねそういう状態になるのではないかと思いますまた、接触者の調査これも濃厚接触者以外も幅広くやりますよと。 これも他県と他の地域と比べましてかなり広めに見ているとこれがデルタ株のような感染力が強いところで影響したのではないかということでありますまた入院とか療養先の調整これもメディカルチェックセンターも含めて宿泊療養や自宅療養も支援をさせていただきましたただこの機能も保健所がうまくいかなくなりますと失われてしまうわけですね であの入院についてもあのそういう意味であの状態に応じてあの入院していただけましたけれども、まあ、これに至る手前のところでそもそも陽性者を確認するとか調整で手間取ってしまうことになりかねないそれから療養者へのケアにつきましても定期的に健康観察をすると、まあ、本県ですと在宅でも24時間ホーム看護ステーションの管理課にございました、まあ、こういうのがなかなか手が回らないとですね 結局重症化に至ってしまう命に関わるということになるわけでありますですからよく皆さんがその入院者の数だけ見ていればいいというふうに言われるのには非常に違和感がありますやっぱり感染者の数の指標というものも大事にしてそれを例えば保健所の機能強化とかそれから病床の準備だとかに使えるようにした方がいいと思います。 学者の皆さんは割とですね、医療系の方が多いので、病院のベッド数のことを常に言われます。しかしそれ実務的には正直誤りだと思います。感染者の数、これをまず抑えることがないと感染症対策はできません。これはイロハの意、e、だと思います。で、こういうところはやはり、あの、中枢の学者の皆さんもですね、もう一度これはよく考えていただいた方が良いのではないかと思っております。 それから、まあ、こういうようなことで検査体制、重要でありまして、岸田総理も予防、検査、治療という3つを挙げて、お話を始めるようになりましたで、検査につきまして、私ども全国でも最も検査能力の高い地域でありますが、さらにです、ね、あの自由度の高い直営の PCR 検査の能力を370件、1日当たりということに挙げさせていただきたい。 と思いますこれにつきましては遺伝子の抽出装置これを導入した結果可能になりました8台ということにいたしておりますそれから全ゲノム解析これも進めていこうと特にですね AY4.2 といわれるデルタ株プラスと通称されるものが世界中で確認をされ始めています。 まだイギリスでも10月で6%とか、そんなパーセンテージは高くはないようですけど、ただだいたい2割ぐらい感染力が高いのではないかというふうに言われて、世界中が警戒をしています。まあその他にも監視下に置くべき VUM と言われるような株、こういうものにつきましては、まあ、例えばカッパ株とかベータ株だとか、アルファ株以外にもいろいろございましてですね、 そういうものをやはり、あの、全ゲノム検査で、私どもの方としてもフォローをしていく必要があるだろうと思っております。まあ、こういう、あの、デルタ株プラス、L452R に加えまして、まあ、あの、他にもですね、A222 が変異をしたものであるとか、それから Y145 が変異をしたものであるとか、 えー、そういうようなものがですね、やはり認められるところでございまして、えーまあ、こういうものに対する警戒というものを、えーまあ、強めるために、えー、検査能力の向上だとか、ゲノム解析にあの向かうようにさせていただきました。また、あのえー、後遺症のことも、えー、今、第5波が終わりかけまして、えー、第5波の報道をされるようになりました。私どもも関係機関と、 だいぶ調整と話し合いを進めてきまして、鳥取県型でこういうふうにやってみようかなというところに今たどり着いて運用を始めたところであります。具体的には、鳥取大学医学附属病院、それから東部では県の中央病院や中部での県の厚生病院、こういうところをキーにしまして、専門外来ということを作ってみようと。 であのこれが今動き始めましたあの関係の皆さんも了解をされました、えー、それであのコロナから回復された方で後遺症があるという方は是非あの保健所に相談をしていただきたいとでそれで基本的にはあのあの入っていただいた医療機関ここにあのノウハウといいますかカルテ等もございますし、えー、適切なアドバイスができるはずでありますでここであの検査とか治療をしていただき必要があればですね この専門医療機関等中性のキーの方に紹介をしてもらうとこれによりまして後遺症の相談とか医療こういうものをやっていこうと残念ながら世界どこを見渡してもこれ後遺症がこれで治るというものはメソッドとして確立されていませんやはり対症療法であるとか漢方であるとかですねいろいろと対処していくと。 いいううことのようでございますけれどもしかしやはりあの相談先がないと、えー、まあ悩みが深まるばかりでございますしやはりあのいち早くやっぱり相談できる体制、えー、適切な医療ケアを受けられるように本県としてはこの度専門医療機関協力を得てスタートをさせていただきます。 また予防と関連しましてワクチンでありますが本件、記者会見の会場でも記者の皆さんからいろいろとご質問、過去もございましたがこの10月中というのは1つのポイントで8割超えるかどうかというお話でありましたけれどもこれ、数字としては10月31日時点で VRS という登録がまだできていない方々 も含めて集計して81%の方が二回目を受診されました、まあ、ですからあのほぼです、ねえー、まあ状況としては希望する方が打たれるという状況に本件はなったということであろうかと思っておりますただ残念ながら一回目の接種の比率が どうしても伸びないんですね。で、まあ、感染が広がらないことも、本件の独特な要因かもしれません。え、それで、え、ワクチン未接種の方に、接種を鑑賞する、そういう、あの、キャンペーンを我々としてもややらさせていただこうと。え、まあ、例えば、あの、生命保険の会社の方とも協力を、関係の中でですね、チラシを配っていただくということもやりますが、で、新たに、あの、4日の日から、 事業者からまず受付をしましてそれをもとに来週の末までにホームページの方にサイトをアップしようと思うんですがいろんな事業者がですねもうすでに例えばワクチン済みの人だとか検査した人だとかそういう方々にいろんな特典を用意をしてます例えば宿泊料を減額しますよとかそれから飲み物サービス えー、をしますよとか、まあ、そういうものがいろいろあるわけですねでこういうものをあの、えー、私どもも、えーまあ、サイト内であのこれをあの情報を、えー、まとめさせていただいて、えーまあ、ワクチン接種を受けられた方はもうすでに本県あの対象年齢の8割に達していますので、えー、かなり多くの方々が対象になり得ますでそういう方々に、えーまあ、こうしたサイトをまた参考にしていただいて え、ワクチンを打った、え、ので、こういうサービスを受けられるということを、ま、事業者と一緒になって PR もさせていただこうというものでございます。それから第3回目の接種でありますが、え、12月1日に開始できるように、え、もうあと一月の準備期間ということになりました。え、かなり、え、急ぐことになります。 であの市町村とか医療従事者関係者ともだいぶあの相談を進めてまいりました、えーまあ、それで、えーまあ、こういうようなことをいろいろ考えていこうと例えば、えーまああのまあ、当面はあの医療従事者大きな病院の方がですね、えー、最初にあのファイザーの接種をしましたでこういう方々はそれぞれの病院大きな病院ですからそこで打ってもらうのが早いだろうとでこの情報はあの県の方でですね 各病院と調整をさせていただいて、まあ、こういうワクチンがこれだけ打ちましたよとでそれを市町村の方に例えばこれだけのワクチンを病院に直接送ってくださいとでそうすれば病院の方であとは自分たちで打ってくれますよとでこの辺の段取りを県の方も一緒になって手伝わさせていただきましてスムーズにできないかとでこういうようなことをそれぞれ について県も関わりながらですね市町村の第3回目接種を進めていただくことにしようというものであります5月の末までで2万6000人の接種の実績がありましてこれに見合う分県の手持ち分も含めて追加をしてですねそれを市町村の方にも配らさせていただきました まあ、あのモデルナにつきましてあの、昨日かそこらぐらいからあのモデルナも打つんだよっていう話が政府の方から出てくるようになりました。まあ、これちょっとまたあの職域接種の動向をどうするかとかですね、えー、そうしたことも含めて、えー、よくあの情報も収集しながら、えーまあ、場合によっては県が市町村部も取りまとめながらやるということもあり得るかもしれません。えーまあ、この辺はまた考えていきたいと思いますが当面はファイザーでありますので こういうスキームで進めていくことにいたしたいと思います。それからこれからまたあのコロナ後を見据えてですね、まあ観光誘客を図っていこうということになります。鳥取サウナ水 A を任命しようと思います。まあ後藤熱子さんというふうにあのいうあの方がですね、琴浦町の方に今あのまあ移住されておられまして。 ま変こ,、ま、のこの世界では有名な方でございましてチーフ・エグゼクティブ・アフ・ギーザー、まあ、これあの熱波師というものでありますが最高経営最高責任熱波師というか最高経営熱波師というかですね、まあ、そういうものでございますがこれ金曜日に。 えまあ任命書をさあの交付をしようとであのフ,ィリフィンランド大使館の方とか、えー、まあフィンエアの方にも立ち会っていただきまして、えー、そういうことを計画をしておりますでまたあの来週の火曜日に、えー、県としての、えー、取りまとめたあのサウナ専門サイトこれを立ち上げさせていただこうと思いますで今週末には琴浦で、えー、惑星琴浦フェスというこのサウナをですね テーマにしましてなるの方でイベントをされることになりますますた、えー、今週末でありますけどもあの日本抜木チャンピオンシップという全国大会を鳥取の方で開催します、まあ、残念ながらまだコロナの影響もございましたので規模は縮小してということになりましたが、えー、北栄町の方で、えー、この、えー、まあ さまざまな競技ですね。丸太合わせ輪切り競技だとか、あるいは抜刀の競技だとか、こういうものを若い林業者の皆さんが全国集まって競い合おうということであります、まあ。ぜひですね、こういうものも応援をしながら活力というものを醸し出していければというふうに思います。であのいよいよですね、鳥取県の方では、カニの松葉ガニの 量漁が解禁となります。まあ、11月の6日が漁の解禁でありまして、七7日にはカロの市場で発生、発生ということになります。まあ、今では、あの、全国的にも注目される風物詩になってきました。まあ、ぜひ、これを契機にしてですね、えー、まあ多くの方々に鳥取のカニを食べていただいたり、また、あの、鳥取の方に来ていただくこと、を考えていただいてもよいのではないかと思います。 まあこれ11月に入りまして私どもあのお宿に泊まったら毎月カニが当たるというキャンペーンを始めさせていただきましたまたあのカニ漁がですね、まあ、これからつがなく行われそしてそうしたあの特産品に光が当たるように大阪のビリケンさんの方に来週松葉ガニを奉納させていただく。 ことにいたしているなど全国の皆様にもえ鳥取の加入を感じていただけるようにキャンペーンを展開してまいりたいと思います私の方からは以上ですでは各社さんお願いいたしますあ、NHK の小山です、えー、先ほどありました後遺症の件について伺いますまあかなり後遺症あの苦しんでいる方が全国でも見受けられます改めてこうやってえー、と医療体制 県,が県も含めて連携して,くるしていく意義と、えー、とそこで、まあ、あの症例、まあ、蓄積して、実、ま、態、あ、把握に努めると思うんですけど、県としてもどういうふうにサポートしていきたいと思いますかまあこれにつきましては、あ,の、まあ、ある程度、やはりあの、えー、発症の,あの続くものはあるみたいであります。えーまあ、これはあの専門のお医者さんにも聞いておりますけれども、やはり本県でもあのそうした症例は認められると。 で、先行して、あの、鳥取大学のちくみ先生の方でですね、そうした治療ということについて関わっていただいておられまして、それで鳥取大学が真っ先に、こういう、あの、外来を作ろうというふうに動いていただきました。感謝を申し上げたいと思います。それは、あの、東部や中部の方でもそのノウハウを広げていくべく進めてまいりまして、この度、公営して専門的な 先生のえ外来ということを始めさせていただきます基本的にはまず内科にかかっていただくんですがその内科から大きな病院でありますので例えば耳鼻咽喉科でありますとか他の診療科目の皆さんとも協力をしながらもうすでにコロナ回復後でありますからそうした状況での治療に入っていただくということであります この辺は全国でも残念ながらメソッドが確立されているわけではございませんし世界中でもまだ研究が始まったところでありますいろいろと言われますあのワクチンを打っていると後遺症が比較的少ないのではないかとかですね、えー、ただまだあの研究途上でありまして、えー、どういうような有効手段があるかということはわかりませんのでやはりあの我々にできることは、えー、悩んでおられる方の相談に対応する、えー、そういうあの場の設定であり またあの一定の,その、えー、知識と経験の中でですね、えー、できうる医療、えー、これをあのサービスとして提供していくことだと思います、まあ、そういう意味で今回こういう一連の流れとして、まあ、保健所の方に相談していただければでこれあの保健所は24時間対応できますので、えー、相談していただければいいですしその協力病院はあの患者さんはよくなじみのあるところでありまして、えーまあ、そういう意味ではつながりもあるところ でそこであのサポートをしていただきながらなかなかこれちょっとあの手が回らんなという時はこう頭中性の後遺センターの方に行っていただくと、まあ、これであの一定のその後遺症の皆さんへの不安に応えることはできるのではないかと期待をいたしております今後あの医療の進歩なども睨みながらですねバージョンアップを図っていければと思っています えっと、日本海新聞の竹下と申します。えっと、二点お伺いします。あの、コロナなんですけれども、えっと、ステージの判断なんですが。えっと、まあ、臨検では、あのー。 先月の終わりであのステージ1というふうな判断をする県もあの、まあ、具体的に岡山県ではなされているようなんですが、まあ、今、えーと、新規感染者数、まあ、非常に少ない状況が続いていますが、えー、と今、鳥取県の場合はステージ2以下という判断で今、据え置いていると思います。えー、とこの今の判断の、まあ、今後の見通しを、ね、どのように考えているのかお伺いをしたいと思います。 それからもう1つはあの冒頭、知事お話しされましたあの中国電力の島根原発についてなんですが。 22日に開かれたその安全協定の改定に関する協議の場で、えっと、まあ中電側は協定の規定を見直すという明言をされました、でえっと、まあ県が長くかねて求めてきたその対策費ですね、これについても一定の向上性を持った新たな仕組みを用意するという言及も初めてありました。 でえーっとまあ、これあの、これからまあ重大な局面を迎えてくるものだと思いますが、えー、っとこれについてのまあ知事の受け止めをまずお伺いしたいのと、えー、顧問会議が来週開かれるという話がありましたが、この安全協定の改定協議会のスケジュールについて、もし日程が決まっているのであれば、えー、併せてお伺いいできればと思いますえまずあのステージ判断でありますけれども、あのまあ、実益あるところはステージ3。 のの境目のところでこれで対策が変わったりそれから例えば GoTo トラベル今やってませんけども GoTo トラベルとかそれに相当する私どもサインウィラスサインキャンペーンだとかを発動できるかどうかの基準がありますので3と2の間は重要でありこれについては専門家の皆様にやはり慎重にご判断いただくようにしております。でそういうい意味でで今ステージ2よりも以下であると というように申し上げているところでありますが実情申し上げればステージゼロです今発生がございませんのでステージゼロというフェーズであろうかと思いますしかしそこのあえて専門家交えて確認する必要はないかなと思ってまして我々の感覚的にはステージゼロであるかなと時々出てくればステージ1と行ったり来たり というところかもしれませんいずれにしても対策が必要なステージ3にはまだだいぶ距離感のある状況であるということだと思っておりますただ安心しきることにはならないわけでありましてやはりなぜこんなに発生するかなというところでポンと出てくると私どもたまさか入ってくるそういうルートがございましてですねそれで県内でも発症例があると。 で、必ずしもあの、CT 値を見ると感染力が弱いものばかりでもないんですね。だひょっとすると強いものが残っていて、で、それがまだ動いている。えー、そういうものが、あの、えー、入ってくるとまた、パーッと広がる可能性もあると。ただ、あの、えー、本県の場合、家族内の感染も含めてだいぶ減ってきていることは事実だと思います。以前であればもう、かなりこう、広範囲に、 周りの方々にも感染させていた状況がありましたけれどもその要素は少し弱くなっているのかなというふうに思いますが推定、まあ、値だけを見ると必ずしも低いものばかりあ高いものばかりつまりあのウイルス量の多いもの少ないものありますが少ないものばかりとは言えないというのが我々のデータでありまして、まあ、警戒しながら監視を続けるということかと思っております。 おそらく全国も似たような状況ではないかなというふうに推察をいたしております、まあ、このステージ判断につきましては、えー、かねて分科会でも議論がいろいろとあってですねステージ判断を見直すという、えー、そういうようなあのご意見も、えー、政府側からもあの委員の皆さんからも出ておりましたで私ちょっと懸念をしておりますのはやはりあの、えー、対策が手遅れにならないようにするためにはやはり感染症の,あの発生者 の数の要素というものをやはりあの少なくとも判断としては残しておく必要があるのではないかなということですね。でややもすると、えー、病床が埋まってなければいいよというようにあのしたいようでありましてどうもあのうんかつての政府の状況とかで議論とかですねそれから、えー、まあ専門家の皆さんも割とそういう方向で我々あの実務の、えー、知事同士で話をしたり意見交換しますが。 それは皆さん猛然と反発をします、まあ、なぜかというと、えー、感染者が増えるかどうかの傾向を1週間2週間見るっていうのがあ必ず出てくるんですね、えー、かっての,その例えば緊急事態宣言の中もそうですけどもう1週間かそこはちょっと様子を見てるとかその間にどんどん上がっていくわけですわでそしてあのまず保健所がパンクをしますその後、えーまあ二2週間くらい遅れてかあの医療機関がパンクをするんですよねでこれもあの 分かっていることなんでもういい加減学習したらいいんじゃないかと僕らは思うんですけどもその割と中枢の方々が分かってないとでこの辺は非常にちょっと憂慮しているものですか今日も少し資料を示してお話をさせていただいたところであります、まあ、今後このステージ判断の議論というのは必ず出てくると思うんですが、まあ、これについては、まあ、地方団体我々保健所を抱えているところではですねまずは保健所がパンクしますでそれが結局 重症者に至るような在宅期間がおろそかなることだとか、感染がどんどん広がって手がつけられなくなるそういう疫学調査ができないことにつながりますので、やはりあのまずはですね、感染者の数というのはやはり重視すべきではないかと思います。本県は今ゼロでありますので、まあそういう意味ではステージゼロ、あるいはまああの一との往復を繰り返しているとこういうように見ているところであります。まあそしてまああの原子力 安全対策についてでありますが、安全協定につきましては、今、いろいろとあのキャッチボールをしております。ちょっとデータが私の頭が古いかもしれませんけれども、間違ってたらまた後で訂正します早ければ11月の4日にも協議、えー、をすることになるのではないかと思っています。 まあ我々が求めるぴったりの答えが出てくるかというのはだいぶ向こうも社内調整が大変なようでございましてまあその辺は先方の方のどういうお答えかというのにまずは注目をしていく必要があると思っておりますただ今高岸さんおっしゃったように重大な局面が近づいてきていると思いますのでそのことはあの中電側もですね えー、非常に認識はされていると思っております。で、私どもは、えー、このことが、えー、原子力発電所の再稼働の判断に影響するということを、あの、えー、これは申し上げ続けておりますので、えー、その意味はですね、先方にも十分伝わっていると思っております。 まあのそのようなわけで、えーまあ、今後に注目をするわけでありますが、まあ、前回の協議10月22日の協議自体は前進はしたと思ってます、えー、すなわち今まで、えーまあ、あの具体的な、えーまあ、設定ということについての,あのことはなかったですが具体的に文、ま、言、あえー、を改定するということを明言されましたので、えーまあ、こういう協議の,の浄動からいってそこから後戻りはされないわけでありますから。 まあ一定の文言改定までは勝ち取ったというところは言えると思っていますただその内容がどうなるかこれは注目していかなければなりませんまた具体的な仕組みも含めた費用負担についてもこれも前進をしたと思っておりますただ特に重要であるのは事前協議のことであるとか それから措置要求といわれる何か起こった時の対応さらには立ち入り調査ですね実地調査こういうものについてこうした条条文文についてては重要な条文項目だと思っていますこうした焦点となりのところがどういうふうに文章の改定案を出してくるのかこれに注目する必要があると思っております。 あの空中吸機の件で、ちょっとあの知事のお考えをお聞かせ願いたいんですが、まあ、あの事前協議、あというか、協議の申し入れがあったということで、まあ、今後総合、騒音調査とか、えー、まあ安全性の確保みたいなものが、もうポイントに、県として配備に同意されるかどうかというところは決まると思うんですけれども、こ,のこれ、多分5年くらい前に実際に計画が明らかになったときと、 まあ自衛隊そのもの、防衛省そのものはです、ねまあ、日本の南西地域の安全保障強、防衛力強化ということをお題目にしていると思うんですけれども、その5年前と現在の,そのあの辺りの状況がです、ね、相当、緊迫度が全然違ってきているというふうに私は認識しておりまして、そのまあ騒音とか安全問題というのは、地周辺の安全確保という面でものすごい大事なことで、これはやらなくちゃいけないことだと思うんですけれども、 何かあったときに、そのこの辺りの地域まで、何らかのこう有事に巻き込まれるんじゃないかというようなこう懸念というのが、以前より相当高まっていると思うんですけど、そのあたりというのは、何かの,その配備に同意するかどうかの判断ポイントになるんですか、それちょっとそれ、そうした外交防衛上の観点というのは、あの政府が責任を持ってされることでありましょうから。 その辺にあの自治体として、あの良い悪いを申し上げる立場ではないと思っております。これはあの以前からあの同じことを申し上げておりました。で、現実の状況としては、当時もあの実はま尖閣問題なんかもありまして、実は今以上にあの報道も多かったかもしれません。で、今、また別の意味でのあのことをおっしゃっているのかと思いますが、そういう国際関係の中でどうかということはあります。 ただ、あの、ご案内のように、あの、自衛隊自体は専守防衛でありますので、そうした、あの、枠組みの中で政府も、基本的には運用されるものだと思います。まあ、そこの、あの、どういうふうに使うかというのは、ちょっと、それは、政府側の判断になろうかと思います。で、あの、本件はですね、あの、唯一ちょっと覚書がございます。この基地の運用については、これは輸送の基地であると。 で例えば戦闘機の配備、えー、これはあのしないという、えー、これが覚書になってまして、えー、今勝部さんがおっしゃるようなあの例えばあの攻撃対象になってしまうんではないかという議論についてはですね、えー、そういう意味では、えー、直接のこう出撃の拠点ではないということを我々はこう長くこのミホ基地については担保してきているということであり、えー、この基地の性格というふうに あの我々言ってるんですが、基地の正確の議論については、これは変えないという回答をいただいております。この辺もよく確認をしながら、最終判断に行くということになろうかと思います。 あの日本海新聞の竹下と申します、えっと、ちょっとこれ、県政とは直接関係がないんですが、まあ、あの知事、全国知事会長というお立場もありますので、ちょっとお伺いをしたいのですが、あの衆議院選挙の1票の格差訴訟についてなんですけれども、えっと、先日投開票があった衆院選でも、ですね、まあ、この鳥取島根の小選挙区のまあ選挙無効を訴えて、弁護士のグループが、両県の選挙管理委員会を相手取って提訴を行いました、昨日付けですけれども。でえっと まあ前回の2017年の選挙はその区割り変更によって1.98倍格差がえとまあこれえ小選挙区比例代表並立制が導入されて初めて2倍を下回ったということでまあ最高裁はまあこうしたことを評価してまあ合憲という判断を示したんですけれどもまあ議員1人当たりの有権者数についてまあよくこう全国最初の鳥取1区と東京 5区でしたかね、東京の小選挙区、よく比較,比較されるんですが、あの私もこれ、ずっとあの岡山とかで取材をしてたんですけれども、あの一票の格差是正っていうのは必要だと思うんですが、その一方で、地方の声を国政に反映するために、その選挙区がそれをどう担保していくかっていうことも、議論としては必要だと思うんですが、えー、これについて、知事のご見解をお伺いできればと思います。 これにつきましては、あの、憲法第14条によりまして、法の下の平等ということがございます。また他方で、その法律によって選挙制度を作るということも憲法上規定をされております。で、その中には、様々な考慮要素があると。で、まあ、これは、あの、最高裁のこれまでの判例積み重なってますけども、いわゆる立法裁量として、 許されているものでありますで例えば社会的あるいは知性的さまざまな考慮要素というのを入れて、えーまあ、あの選挙制度というのを作る特にあの選挙区制度あの比例代表制度はあの基本的にはまあ全部あの一律の投票価値になるでしょうけども、えーまあ、あのそうでない選挙区を用いた場合にはその1票の格差問題というのはどうなるかということがございます で、この調和をどういうふうに図るかというのを最終的には、あの、最高裁が、え、意見立法審査権に基づいて、え、行うというのが、え、今の、いわば、こう、法律制度の立て付けになっている、え、わけであります。で、そういう中、あの、え、衆議院の方でもだいぶ議論をされて、え、最終的には今、アダムズ方式により、え、選挙区に定数を、あの、配分をしまして、え、それに基づいて区割りを行い、 2倍以下に収めるという仕組みが,出来上がっていますですから多分一般論として申し上げればあのかつてとはまた違ってですねその辺の,あの仕組みはもう導入されたんではないかと思いますで私自身もあの、えー、どういうわけかその選ばれましてですねその衆議院の,あの選挙制度の調査会にで当時の伊吹の文明議長 その後は大島忠盛議長の下で東京大学の佐々木先生を座長としてですね検討させていただき私自身もいろいろと専門的立場からいろいろと意見を述べさせていただいたりしましてそれで出てきたのがアダムズ方式による配分ということでありこれは世界的に認められたやり方なんですね。例えばフランスの会員制度 えデピューテというあの会員がございますがその会員議員の選出につきましては、えー、これあの各あのデパクトマンあの県ですね、えー、デパクトマンごとにこう配分をするとでこれがアダムズ方式で実は配分をしてその後こう小選挙区の区割りをするわけです。で実は同じ制度を日本も導入して、えー、さらにそこに比例代表を乗せて比例代表は 一票の価値の格差があの基本的にはない設定になっています。で現在各あのブロックごとにその定数を比例配分して割り付けた上でやりますので、でこれあ多分中和剤が入っているんですね。でそういうようなことの組み合わせで考えた場合にかなり合理的な制度にはなっているんじゃないかなというふうに思います。で今回おそらく大きな議論になると思います。このアダムズ方式に基づいて定数の再配分をやりかねやり それで配りをしななきゃいけないけとところが出るとで当時もあのいろんな議論をしましたが、まあ、実は区割りを変えるのはあの我々小さなところでも大変でありますけども人,人口が多いところは逆にもっと大変なんですね。で今総選挙やってあの皆さんこう選挙戦われました、えー、でも特に東京あたりのそういう選挙区を調整しようと思いますと例えば通りごとに同じ区でですね 通りごとにここからここまではあの今度別の国に移りますよっていうことをやっていかないと、えー、区割りができないです。ですからあの実はあの都会の問題でもあるんですよね。あの配りの難しさというのは。ですからあのそういう意味であのなかなかその両方ともなかなかやりづらいところではありますけども、そういうやろうというふうに決めた。 新しい仕組みがありますからこれを動かしていけば、えーまあ、基本的にはその一票の価値の格差の問題というのは、えーまあ、あの衆議院の方は解決されてていいく、く自動動的ににシステムになっています。実はこれあのその、えー、議論の中でもですね専門家の議論の中でもそういうふうに放、まあ、っといてももう、えー、自動的に是正されていく仕組みを作,る作って提案しなきゃいけないというふうにやって提案したもんですから。 それはちょっと従来とは多分、全然議論の質は今後変わってくるだろうと思っております。まあ、いずれにいたしましても、こういう、あの、えー、ワンパーソン、ワンボートという、あの、アメリカの判例に基づきまして、こう、一票の価値の格差の議論というのが弁護士の方を中心にして全国で訴訟を提起されるようになったんですけども、まあ、今回も同じような訴訟が提起をされていますが、まあ、あの、これは、あの、そうした調和をですね、 制度的に取ることとその制度が適切に執行されていることこれを絡めながらやっぱりやはり大きな枠組みの中で解決されていくべきものだというふうに思いますいずれに対しましてももう訴訟提起されておりますので高等裁判所の判決そして上告審の行方というものを私どもとしても見守ってまいりたいと思っております あすみません、えー、NHK 落差のある質問で申し訳ないですけど、青野人の大捜索作戦の件なんですが、先ほど似てる人がいると言ってますけど、知事から見て、何か,なんか有名人、著名人、お知り合いの方で、何かこの,この弥生人、似てるなと思う方はいらっしゃいますでしょうかいやあの、ちょっとあのなんか会ったことあるなというのは直感的でありましたでもあの 正直あのどこの誰っていうことはございませんが多分皆さんもそうだと思いますけどあこの人あ見たことあるなっていうのは多分共通してるんじゃないでしょうか、まあ、そういう意味であの思わずですねちょっとお昼の時も申しましたけどもその,辺その辺にいるお兄ちゃんみたいな感じだったというふうに申し上げたんですが、えーまあ、それだけあの弥生人と我々というのはやっぱりつながってるんじゃないかなということですね。 でこのことをもっと全国の皆様にこれを機会にして知っていただければというふうに思います、まあ、私もあのちょっと今回の騒ぎ、えー、まあテレビであるとかあるいはネットの状況もちょっとあの、まあ、昨日もそういうニュースもありましたし拝見をさせていただきましたがあの片桐ハイリーさんという方ですか,あのなんか話題になっているのは。 えーまあ、あのそういう方とかあるいはあのあのゴンさんとかですね、まあ、いろいろと名前が出てるようでありますが、まあ、それぐらいやっぱりいろんな方にあのかぶせて見えるそれがあの,青弥生人の,あの今回提起したたものだったと思うんです私たち日本人って何なのかなそういうものを考えるときに。 ちょっと青屋に行ってみてもね、えーまあ、そうするとなんか昔懐かしいあの風景と一緒にですね、あの見えてくるものがあるんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味で、えー、似たような顔の方々、これあえて性別も問わないし、年齢も問わないで、えー、いろんな方々にいろんな思いで集まってもらったらいいんじゃないかなと思っております。まあ、青屋であおうやということであります。<laughs> 各社よろしいでしょうかはい、ではあのこれを締めさせていただきますありがとうございました